れなんだ、ライブ配信も不定期だからね、いつやってるか知らんし、まあ適当よ適当。なんか外配信の方が本当に人気出るのはしてるけど、今外ね、ちなみにそうもう一度契約したりとか、インターネットが無料になればいいね、本当にね。結構ね、外配信ね、他のアプリやったことあるけど、結構ね、あれが使うのよね、バッテリーとね、ギガを使うね、うん、2台は私はスマホ持ってるけど、そう、1台出るとバッテリーが弱ってしまう、うん、配信する人はやっぱ2台、3台は持ってないとダメだね、バッテリーの関係からにしてね、バッテリーが弱ってしまうね、劣化が早くなるね。あれってやっぱりレアアースが入ってるから劣化するとね、廃棄しないといけないしね、知らなかったんだけどね、いろいろとね、うん、だからクレマンのハイブリッドもあんまりいいと思わんね、そのレアアースを使ってるからあんまりいいと思わんかったな、うん、結構ハイブリッドってね、思った以上にコストかかるよね、なんかいい車だなと昔思ったけど、ちっと思わなかったね、今はね、最新の車がいいっていうことじゃないんだなと思ったね。ある程度アナログの方がいいのかもしれないね。コストかかる。いろんな装備品がついてるのはいいけど、うん、なんかいろんな装備品ついてる車が好きな人いるでしょうけど、私はあんまりねえと思うけどね。思いますよ。あ、こんばんはだね。うん。久しぶりって言ったら、さっき久しぶりだね。1週間ぶりくらいかもね。うん、あと5分ぐらいしたら終わりかなと思います。夜ご飯があるからね。うん。そう、久しぶりなんで、1週間ぶりはもうそうなんで、私の中ではね。こまえも言ったけど。うん。そう。暑いよね。もうなんか夏みたいに暑いんで、それが。外も暑いけど、もうね、蒸し暑いんよ、それがね。ね、そういう感じだよ、本当にね。ねえ、お久しぶり。そうそう、この前も言ったよ。そう。この前も、先週ぐらいだったかな。一週間はなくても、久しぶりじゃないと私言って、うん。で、ネットだったらさ、配信でいつ来るか分かんないじゃん。ねえ、じゃあ来ないと決まるから、まあ久しぶりかな。一日二日ぐらいだったらないって言ったけど、四日、一週間ぐらいだったら久しぶりかなと思うわ。うん、ほら、インターネットでさ、人と会うわけじゃないじゃん。それで、あ、来たなと思ったら久しぶりになるし、で1週間、うん、2週間来なかったらもうそれはもう久しぶりになるよね、1週間でもね、うん、だけどほらいつやってるか分かんないから、いつか分かんないからね、その時久しぶりだなと思うし、 1日使ったら久しぶりにならないね、私の中では。うん、メンヘラさんからしたらあれなんだよ、先週も確か言ってたね、確かにそれは。うん。一番あの時も久しぶりって言ったもんね、メンヘラさん来た時。で、私はシコンジデモじゃないって言ったね、本当にね。うん、外で会う人はいつも会ってるから、あ、いつもだね、あ、こんにちは、みたいな感じだよね。まあ、私の中の感覚だね、それは。私の感覚では久しぶり、うん、これは先週くらいの話なんだけどね、な感じだね。メンヘラさんと例えば多分違うんかもしれないね、うん、日会ってなくても会ってなくても久しぶりじゃないというか、ね、かな、まあ一人それぞれだね、まあいいと思う、それは私の中では久しぶりなんだよ。もう4日でも5日でも来なかったら久しぶりになっちゃうんだよね。で、配信やってないときはもうほら、会話ないでしょ。来ないわけだから。うん。ただしょうがないよね、と思ってね。定期でやってる人は、あ、今日も来てくれたよ、こんにちは、みたいなるけど、定期でないときいつ来るかわかんないよね。まあ、その人も暇のときに来てくれればいいしね。うん。まあ、人気ある人は定期的にやってる方がいいだろうけど、まあ、配信してる人も体調あるだろうしね。今日やめとこうかな、とかね。